おはようございます。今日は土曜日、朝9時半ぐらいですね。今ね、実は、ヨガに向かってます。珍しいでしょ。というかね、バンクーバーに来て初めてヨガやるんですけど、超いい天気だから気持ちいいヨガになりそうです。で、ヨガが終わったら、まあ何しようかあんま決めてないんですけど、今日なんかね、今これ見てたらすごい髪の毛やっぱ伸びてて気持ち悪いんで、当日で美容院のカットの予約取れたら、カットしてこようかなと思います。もし無理だったら、今日かな、バンクーバーの、無印良品が、オープンしたんですよね。なんでちょっとそこまで出かけて、そのオープンしたての無印良品を取ってこようかなと思います。まあそんな感じであんまり決まってないんですけど、今日も一日頑張ろう。あー、ちょっとお腹空いちゃったからバナナでも買おうかなと思って、なんかちょっとおしゃれなスーパーに入ってみました。バナナバナナ、あ、バナナだ。これにしよう。でっか、このパイ売ってるこのお兄さんイケメンこのバナナ超でかい。顔と比べてもめっちゃでかい。 iPhone がこれでしょ、バナナがこれでしょ。でかすぎ。ヨガ会場のジョージ・ウェインボーン・パーク到着。どこでやってんのかよくわかんないんですよ。なんせ今日初めて来たんで、ちょっと見てみようかな。すごい綺麗な公園だな、ここ。あ、犬がいる。すげえ綺麗。あー、なんかあっちの方でやってそう。そこに人がいる。ヨガの前にバナナ食べようと思ったけど、これ全然いい匂いしないですよ。こっちのスーパーでね、バナナ買うと全然売れてなくて、青くて甘くないことが多いんだけど、どうかな。うん、まあまあ。天敵が来た。この天敵カラス。前も動画にしたけど、こっちのカラス超怖いんですよ。僕ね、なんか頭をヒットされた動画をアップしたんですけど、前それ以来カラス怖くなって、結構カラスがなんか上の方でカー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 鳴いてる時、もうそこ通らないようにしたりとか、常に上を見ながら怖いみたいな感じで歩くようになりました。多分もう子供が小さい時期が終わったっぽくて落ち着いてるような気がするけど、皆さんも気をつけましょう。カラスは世界どこにでもいるしね。25人定員いっぱいらしい。はい。あ、ちょっと喋りますか、なんか先輩約2ヶ月くらい前にボクシングを始めてからというもの、週に2回はボクシングに通っていて、毎週いい汗がかけている感じなんですけど、ヨガっていうのはまたボクシングとは違って、違ういい汗ですよね。ボクシングは最初から最後までハードで、体をいじめていじめてどっと汗をかく、まあ、野球をやっていた自分にとっては馴染み深い汗なんですけど、対してヨガの汗はじっくり体を動かす中で、内側の方からじっとりとした汗が、まあ汗腺からにじみ出てくるような感じがします。バンクーバーでは初めてのヨガと言いましたが、まあ、そもそも人生でも2回目のヨガなんですね。さらに体は昔から硬い方だし、バランス力も全然自信がないので、結構苦戦したところは苦戦しました。まあ、難しかったんですけど、それでこそチャレンジしがいがありますよね。ほら、この足のプルプル具合、難しかった感が伝わるでしょまあチャレンジみたいな意気込んでやるものでもないのかなって、ヨガの場合はね、思うんですけど、でもやりがいがありますよね。今回
バンクーバーでウェルネストゥーゴーというヨガチャンネルをされているアリサさんという方とお知り合いになれたことで、この朝ヨガを体験しに行ったんですね。公園での朝ヨガは今回でこの夏は最後だそうですが、今回滑り込みでラストチャンスに潜り込むことができてとっても良かったと思います。ボクシングはねすごい気持ちがいいんですけど、最近持病の腰腰痛とか肩に負担が溜まってきてまして、なんか少し無理が出ているって感じるんですね。でここらでヨガもしくはホットヨガに行くのもいいかななんて少し思い始めてはいます。ボクシングで腹筋割りたいなっていう気持ちもあるんで、もう少しね納得できるところまで行ったら、いっそヨガに切り替えてみようかなと、バンクーバーヨガライフスタートしてみようかななんてちょっとだけ思ったりもしています。ヨガの後何があったかというと、ヨガの途中で電池がなくなりまして、で撮影が途中で終わりました。で、ご覧の通りね、午後に髪を切りに行ってなんかだいぶ切っちゃったんだけど、で、今やっと午後、無印を見に、メトロタウンまで来てます。でねすごい盛り上がってますよ。ああいうのとか見えるかな。モール中に、こういう旗が飾ってあります。ぶっちゃけどこに店舗があるかわかんないんだけど、すごいっしょこれ、盛り上がってるね。見つけた。見つけた無印。店内はそんなでもないけど、結構ラインナップがあるみたい。 Start here。 どんだけあるんだろう。これは1時間以上待つね。もう今日はなしだな。これは見た感じやっぱアジア系が多いですね。並んでる人は日本人だけじゃなくて中国の人とか多そうな感じがしました。でもね、無印やっと来たなって感じがする。あ、これ多分プレオープンの時のメッセージボードなのかな。いろいろ書いてあるわ。開店おめでとうございます。YK3 酒ベスト。あら、 YK3 さんこれYK3 さん来たの。なんだろう、 YK3 お酒提供したのかな。 YK3 と言ってますが、 YK3 っていうのはバンクーバーでお酒を作ってる地酒蔵ですね。 U というお酒を出しています。あ、中ちょっと見えるね。服コーナーだ。値段だけ見たかったんだけどね。無印だね。今ね、開店からもうだいぶ経って午後なんですけど、ざっくり目で数えた感じ200人以上まだ並んでるっぽい。もうね、全然そこまでは行きたくないんで、また今度にしようと思います。お、無印カナダのバッグとかも売ってる。みんな何買ってんだろうね。結構広いわ。寝具とかもいっぱいあるし、あのスリッパ欲しいな。文房具もね、結構みんな見てるね。なんか女性率が高いのかな、若い。そんな感じがします。警備員の兄さんに聞いたら、だいたい1時間半待ちぐらいじゃないって言われました。でもね、今朝だったら3時間待ちだったらしいから、まあまだマシなのかな。でもやばいねこれは。まだ僕は今度来ようと思います。じゃあもう今日はね、適当に買い物して帰ろうかなと、思います。以上です。今言ったね、無印があっちの方にあったのかな、あっちの方かな、なんだけど、ここ何が来ると思いますか。これ2階、
もうすぐ来るよっていうのがねあって、何が来るかというと We are hiring ユニクロ。同じモールにね、ついにバンクーバーにユニクロもやってくるそうです。こっちも楽しみだね。また来たらね、レポートしたいと思います。